はいどうも、マナマンです。今回は白猫プロジェクトのお正月キャラガチャ引いていきたいと思います。シャルロットライダー引けるまで引くかどうかってとこやね。まあ早めに出てくれたらもうちょっと引いていく感じでやっていきたいと思います。まあ11連で出すよ。こっちやね、こっち。よっしゃー、集中お願いします。さあ行きました。いやー、110連はやりたくないから、ゼロまでやりたくないから、まだ55連で諦めるかどうかがちょっと、まあ、ガチャの、おお、いいよ、いい感じで、なんか出そうな気がするんだよね。いきなり出ると思うんだよ。お、1人目。よー、2人目。お正月エクセリアも来たよ。3人来ちゃう。いいね、11連で3体出た。これはいい、順調、コンプリートしちゃうんじゃないかっていうぐらいの勢い。では行きます。いやー、シャルロットライダーですよ。22年で、あと5体を出す。さあ、いいね、金、めっちゃ金ある。なんか期待が持てるんだけど、今回まあ、かぶってスタールーンでもいいんだけど。お、4体目。お、スタールーン。まあ。頼むで、そろそろ。まあ、この辺でもシャルロットライダーが出てくれれば、もう終了するんだけど。33連。さあ、ちょっと金率が減ってしまったけど。いいよ。新キャラ。いや、ハイルーンはいいんだ。ハイルーンよりはスタールーンが欲しいよ。よろしくお願いします、じゃない。いやー、なかなかな。やっぱシャルロット出てこないか。いや、武器ガチャもやりたいしね。後に追加される、追加っていうか出てくる武器ガチャも引きたいから、そろそろ44連でやめようや。頼むで、お願い、出てきて。終了しよう、ここで。マスターズ、来ないか、むずいか。いやー、かぶった。55連行くか。そろそろもうなんか流れが悪い気がする。
まあさすがにやりすぎるのもちょっと嫌なんで、ここで一応やめとくかな。どうしようか。うん、近日がいいよ。これは出てくるやろ。お願いします。ダメな気がしてきた。いつも最後ら辺で出てくるから、お願い。いやーマジか。いやーどうしよっかな。どうしよっかなーやねー。シャルロットライダー見たいけど、まあ、言うてライダー系は結構持ってるからね、まあ、そこで妥協するっていうか、まあ引いちゃうか。66ね。まあまだ島リセットとかもしてないんで、ジュエル稼ごうと思ったらできるんですけど、ここでさすがにゼロまでは行きたくない。いやーやっぱ出てこないか。なんかうわサルは来るけど、どんどんスタールーンを回収していく感じになってきてる。いやー66でこれか。さあスタールーン回収作業ってことで、結局やっていっちゃうよね。まあ、それだけ強いと思ってるから引いていくんですけど、まあ、一応これ本当のラストにしておきます。一応マジか。いやー終わったか。やめとくか。欲しかったけどな。まあ、まだ搭乗期間が18日まであるので、まあ、まだ引けるからね。まあ、今度武器ガチャの時にまでにまた貯めて、ジュエル貯めて引いていくかな。まあとりあえず今回出たキャラ、見ていきますか。よいしょ。1,2,3,4,5 体手に入れましたね。この中でまあエクセリアはライダーのキャラやったから結構強いと思うんですけど、もともと後のキャラクターの強さはあんまり知らんのだが、まあまあ攻略サイトとか見てまたちょっと調べてみたいと思います。ってことで今回はお正月キャラガチャを77連かなやりました。ご視聴ありがとうございました。